どうも皆さんこんにちは。いつまでもダラダラとゲームしてたい中の人、エルザです。バージョン 2.6 前半も終わりが近づいてきましたので、新規で登場したランハの最終評価をしていきたいと思います。今回もいろんな実験をしてきましたが、火力が発揮しやすい分何かと効率を求められるようなキャラとなっていましたね。ただ衝撃波と虚数アタッカーにおいてなかなかの性能を持ったキャラではありますので、まとめとして今回は解説をしていきたいと思います。今回の最終評価に関してですが、無凸無持ち視点で話を中心に進めていきたいと思いますので、キャラガチャの参考になれば嬉しいかなというところです。一応モチーフ公演数とかにも触れてますので、そのあたりも参考にしてみてください。それでは早速やっていきたいと思います。それではまず使用感から見た結論を話していきたいと思います。結論としては3つですね。まず1つ目、間違いなく虚数アタッカートップクラスの性能というところです。ランハに関しては衝撃波と弱点撃波を多用できるため火力を出しやすいっていうのがあります。ダメージ性能的にもトップクラスの性能になるんですよね。高火力が叩きやすく、ダメージも倍率が高いっていうのがあります。特に虚数弱点相手の場合はダントツで強いかなと思いますね。衝撃波が狙えれば誰に対しても火力は出せますが、特に発揮できるのが虚数弱点持ちといったところです。では続いて2つ目の結論です。虚構叙事や周回系で大活躍ができるっていうところです。必殺技の回転率に加え攻撃範囲と火力が相まって、周回系の戦闘においてジェードの次に適性が高いのかなと思っています。使用感としてはそんな感じのところですね。なので普段使いとしても扱いやすいので非常に便利な部分があるのかなと思います。ただ属性によっては効率が下がる部分がありますので、その点だけはちょっと注意が必要というところですね。それでは3つ目の結論です。パーツ不足感があるため今後も期待が高いというところです。現在の撃破編成に関してですが、ホタルに適した性能が多くなってるんですよね。属性的な相性とか回復の仕様とかですね、そこに関してはランハというよりもホタル用という感じになってます。そのためランハ用のパーツとしてまだまだ揃ってない感がありますね。それでも火力が出せるという現状がありますので、今後の期待としては高めというところがあります。本当パーツがね揃った時にどうなるのかっていうのも楽しみの要素になるのかなと思います。それでは結論についてまとめていきたいと思いますが、無凸無持ちでも十分な火力が出せる上に継戦能力もそれなりに高いため、虚数弱点持ちに対してかなり強気に使えるキャラクターかと思います。弱点をつける方がより戦いやすいっていうのがありますので、虚数枠としてはかなり優秀になるのかなと思います。虚数アタッカー結構いましたが、その中でもより楽に火力が出せるっていう意味ではランハはとてもいいキャラなのかなと思います。それでは結論の方はこれぐらいにして、細かいところの話を次からしていきたいと思います。続いてはランハの強みについてです。ポイントとしては3つほどあります。まず1つ目、無凸無持ちでも高火力が出せるキャラというところですね。撃破特攻を上げる高円錐っていうのがもちろん必要なところはあるんですが、これがなくても弱点撃破でチャージをしっかり獲得することが可能であれば高火力を叩き出せるようになっています。これが本当便利な部分なんですよね。なのである程度までは高円錐に頼らず戦うことができますので、高い戦闘能力を持ったキャラと言えます。続いて2つ目です。 SP 消費が少なく管理がしやすいっていうところですね。ランハに関しては必殺技の回転率が良い方になっていますので、SP を消費せず強化攻撃を何度も行うことが可能となります。この SP を消費しないっていうのがいいんですよね。ですがもちろん回復もしません。なのでしっかり EP 回復さえすれば SP を使うことはほぼないというキャラになっています。だいたい使うのが初動ぐらいですね。そうなった場合サポーターでうまく回していけば良くなりますので、戦闘の効率としてはとてもいいものかなと思います。では続いて3つ目です。仲介要素のある戦闘が得意というところです。仲介要素が得意な要素としては強化攻撃ですね。こちらに関しては攻撃範囲が広いっていうことと火力が高いこと、あとは3ターン継続が可能なため連戦においてその火力を発揮しやすいっていう特徴があります。3ターン継続っていうのがいいんですよね。しかも速度が高ければ次のウェーブでも即行動できるようになっていますので、このあたりも扱いやすい要素といえます。それではランハの強みについてまとめていきたいと思います。必殺技からの強化通常攻撃が非常に強力で、育成次第では必殺技を切らさずに戦闘を終わらせることも可能なキャラとなっています。これが本当に強い部分ですね。これによって戦闘効率だけではなく火力も良くなるっていうのがありますので、
アタッカーとして非常に強力な部分を持っています。弱点付与っていうものはありませんが、弱点無視はできますので、ある程度のご利用しはできるっていうのもいいところです。結構強みの多いキャラかなと思います。それでは強みの話も終わりましたので、ランハの弱みについても話していきたいと思います。ポイントとしては3つですね。まず1つ目、初動の立ち上がりがどうしても遅いっていうところです。ランハに関してですが、強化攻撃で発動する超撃破以外に関してはダメージが低くなっています。そのため必殺技の依存が非常に高いキャラとなってるんですよね。しかも初動で EP が自動で溜まるかって言われると、そういうわけではなく、 EP を回復する方法っていうのがそこまでありません。一応能力で精鋭以上の弱点撃破をすると回復するっていうのがありますが、安定感の高い回復方法とは言えないんですよね。それ以外の回復方法となった場合、ランハに関してはモチーフでしか EP を回復する方法っていうのがありませんので、結構ハードルが高めとなっています。まあ、もちろん他の異物を採用するとかでも多少は緩和できるんですが、 EP を一気に30回復するっていうところを考えると、モチーフが結構必須な要素かなと思います。結構ね、初動が遅くなって立ち上がりが遅く、ラウンドがかかるってことがありますからね。では続いて2つ目です。必殺技の回転率維持が意外と大変っていうとこです。ランハの必殺技に関してですが、回転率は高い方っていうのはあります。高い方なんですけど、依存度が高すぎるため、ランハ個人の効率で見ると物足りなさを感じるんですよね。しかも敵が少ないと溜めづらいっていうところもあります。なので EP 効率を上げようとした場合は、異物や抗炎水を装備して対策をするっていう方法しかありません。火力も大事なところはあるんですが、 EP 効率面においてもバランスが非常に大事なキャラとなっています。火力は出せるんだけど、必殺技が使えず、なかなかダメージが出しづらい、トータルでダメージが出せないっていうこともありますからね。このあたり回転率は結構大事な要素になっています。では続いて3つ目です。敵の数が少ないと火力が落ちやすいっていうところですね。まあ、ランハに関してはちょっと後半戦ダメージが出しづらいっていうのがあります。これに関してはチャージ獲得によって超撃破のダメージが上がる性能がランハにあるからですね。敵の数がどんどん少なくなる後半の場合、弱点撃破の回数も減っていきますので、火力が落ちやすくなっています。敵が減る前に早めにチャージを貯めてまとめて倒すってことを意識したいところがありますね。なのでチャージはかなり意識したいところかなと思います。それではランハの弱みについてまとめを話していきたいと思います。ランハに関しては必殺技の依存が高いため、常時発動しておかないと火力はどんどん下がるようになっています。しかも耐久面が低いため、敵の攻撃を受けすぎても危険になります。結構耐久面は悩ましいところがありますね。なので自身で EP 効率を上げれるような育成や装備構成を考える必要があります。これを解決するにはもう正直装備しかないのかなっていうところですね。まあ、そういった点ではモチーフはかなり優秀なのかなと思ってます。もちろん星さんの講演数でもいいのがありますので、そういったのも採用するのがいいかと思います。それでは続いて装備関連について話していきたいと思います。まずはおすすめの講演水からです。おすすめとしてはモチーフ、沈黙、霊剣、演算となります。霊剣と演算が逆でも大丈夫です。このあたりは攻撃力に合わせるといいかと思います。まずこちらの講演水に関してですが、優先度としては撃破特攻を優先して選ぶようにするのが大事になります。ランハの火力を上げる方法としては、まずは撃破特攻が必要なステータスとなってますので、モチーフとか沈黙がおすすめなところとなります。まあ、ただこれに関しては最近出た講演水っていうところもありますので、ないっていう人もいるかと思います。そういった持ってない方の場合は、必殺技の回転率を上げるように霊剣のような EP 回復や速度アップするものを選ぶのがおすすめっていうところです。攻撃力が足りないっていう方に関しては演算を装備するのもありですね。ただ個人的には必殺技をガンガン回した方がトータル的な火力は出しやすかったので、霊剣の方がおすすめかなっていうところです。続いて異物に関してです。こちらに関しては今回2セットを紹介したいと思います。1つがダメージ特化ですね。デッキとタリアです。必殺技回転重視の場合は怪盗とタリアっていうとこです。まあ、火力と効率どちらを取るかで型を決めるっていうのが重要となります。こちらの型の選び方についても話をしていきたいと思います。まずモチーフとか沈黙を持ってて撃破特攻を十分に盛れる、または行動順を確保できる人の場合は鉄器がおすすめとなります。こちらの方がトータルで火力が出しやすいっていうのがありますね。
またモチーフだと思っていた場合でも必殺技が途切れやすいなという方に関しては回答がおすすめですね。こちらに関しては必殺技の回転率が上げやすくなりますので、装備するならありかなと思います。では無凸無持ちの場合はどうなのかっていうとこなんですが、無持ちの場合だったら霊剣怪盗の組み合わせが一番いいですね。異物の紹介というところではあるんですが、必殺技型の異物だけでなく霊剣も合わせた方がより強力かなと思います。回転率が全く変わりますね。では続いてメインステータスの紹介にいきたいと思います。胴体に関しては攻撃、靴に関しては速度、弾に関しては攻撃力、縄に関しては撃破特攻 EP 回復となります。縄の部分に関してですが、戦闘効率に合わせて選ぶのがおすすめとなります。基本的には撃破特攻でいいのかなというところですね。続いてサブステータスについてです。速度、撃破特攻、攻撃の順番で選んでください。あとランハに関してなんですが、耐久がかなり低いところがありますので、耐久系を少し盛れるようにサブを厳選するといいのかなと思います。それではエンドコンテンツクリアのためのステータスを紹介したいと思います。HP に関しては3000以上ですね。防御に関しては800から900あるといいのかなというところです。攻撃力に関しては3200以上です。撃破特攻は 160% 以上あるといいです。速度に関しては145以上ですね。なるべく速い方がいいです。撃破特攻に関してですが、鉄器を装備する場合 250% を超えるように、味方のバフも計算して通知を目指すといいのかなと思います。160としていますが、だいたいこれぐらいにしとけば、ルアンと調和主人公で250達成はできるのかなと思います。また、速度に関してですが、145以上としてますが、なるべく高い方がいいです。強化攻撃の発動期間を短縮できるっていうのもありますし、行動頻度が増えますので、ランハが扱いやすくなります。できるだけ速度は高めの方がいいですね。それでは、モチーフ光炎水についても話をしていきたいと思います。モチーフ光炎水ですが、まずは効果から見ていきましょう。こちらに関しては、装備キャラの撃破特攻が 60% 上がります。また戦闘に入る時ですが EP を単純回復しますので初動の戦闘効率を良くしてくれます。さらに装備キャラが必殺技を発動した後専用バフを獲得し通常攻撃を2回行うと装備キャラの行動順を 50% 早めてくれます。それによりランハの行動順を早めることが可能となりますね。結構効果としてはランハに沿ったものになるのかなというところです。通常攻撃2回するっていうところが知恵のキャラとしてはなかなか珍しいところの要素となりますので、他にはつけづらいかなっていう性能だったりもします。ではこちらのモチーフ光炎水について強みもまとめていきたいと思います。強みに関しては初動の立ち上がり強化と行動順強化となります。ランハの弱みの部分でも話しましたが、初動の必殺技発動までの時間がかかるっていうのが弱点になります。そのため戦闘開始の EP 回復が非常に相性がいいんですよね。また強化攻撃3ターン目も早く行うことが可能となりますので、敵の弱点撃破中をうまく活用できるようになります。ランハに関しては無持ちで使っていると結構行動順とか初動のところに物足りなさを感じる時があるんですよね。そういったものを解消できるっていうのがこのモチーフ光炎水の一番の強みかなと思います。ではランハの性能を上げてくれるこのモチーフ光炎水について必要性の話もしたいと思います。個人的な意見としては、可能なら欲しいが必須ではないっていうところです。引けるなら引きましょうぐらいのものですね。でこれに関してなんですけど、撃破の数値や EP 回復など足りない部分を補えるいい光炎水ではあります。結構ランハ専用みたいなところがあるんですよね。ですがチャージをうまく活用すれば火力面に関しては無凸無持ちでも十分出せるようになってます。数十万って余裕で出せますからね。なのでダメージ目的だった場合は無理する必要はないのかなと思います。また EP 回復面に関してですが、初動の EP 回復30は本当にいいところなんですけど、継続力ってないんですよね。戦闘の開始だけで回復してその後は過保化は発揮しません。となった場合、EP 効率を求めようと思った場合は、異物のセットを変えたり、縄の部分を EP 効率にしたり、戦闘効率を上げるような工夫っていうのを結局しないといけなくなるんですよね。そうなってくると、モチーフを持っていたからどうなのかっていうところもありますので、緩和されるのは初動だけっていうところになります。そういったところがあるので、まあ可能なら効率は良くなるんで欲しいんだけど、必須かって言われるとそうではないっていうところになります。ただランハがお気に入りのキャラっていう人にとっては引いてても全然いいのかなっていう光炎水となっています。おすすめはできる光炎水かなっていうところですね。ただ引かなくても困るかって言われると困らないです。続いて編成についても話していきたいと思います。
7波の編成に関しては結構固定に近いかなと思います。ではまず1つ目、ランハ主軸の編成っていうところですね。ランハ調和主人公ルアン・レーサとなります。まあ現在の超撃波編成ですね、最適の組み合わせをランハにしただけっていうところです。ランハと主人公で火力が十分に発揮できるっていうのもいいところのポイントとなります。結構虚数弱点に対して強気でいけるんですよね。また虚数弱点持ちだった場合は圧倒的な火力をこの2人が発揮してくれますので、対虚数の超撃波編成っていうところで組むといいのかなと思います。ただホタルのようにゴリ押しができる編成ではないので、ほんと虚数用という感じがありますね。では続いてです。個人的にはこれ結構おすすめな編成ですね。ダブル超撃波編成となります。編成としてはランハ調和主人公ホタルかブートヒルレイサとなります。ルアンを抜いてホタルとブートヒルを入れた攻撃的な編成というところです。これに関しては一度別動画で紹介しているので、気になる方はそちらも見てみてください。でホタルとブートヒルに関してですが、ランハの初動の弱点とか中間の攻撃、あとは後半のダメージが下がるっていった弱点を補ってくれるアタッカーとなっています。意外とこの2人がカバーしてくれるんですよね。しかも調和主人公にルアンの後援水を持たせると SP 効率が安定しますので、ちょっと条件はつきますが、なかなか強い超撃波編成となっています。ルアンを持ってないんだけど後援水持ってるっていう特殊な方はなかなかいないと思いますが、他でルアンを使いたいよなっていう方にとってはいい編成なのかなと思います。続いてビカキン向けの編成を紹介したいと思います。メンバーとしてはランハ調和主人公クローニャ・ギャラガーとなります。ルアン枠に関してですが、代わりでブローニャを使用するのが一番いいのかなっていうところです。行動順が変わりますので結構影響大きいんですよね。また調和主人公を抜くという選択もあるんですが、調和主人公がいない場合チームの火力が半減すると思ってください。それぐらい重要な位置のキャラとなってます。またルアンがいませんので、バフに関しても調和主人公で全てやるっていうところになります。そういったところを考えるととても重要な位置のキャラとなっています。でこちらに関してなんですけど、使えなくはないです。ただ結構戦闘面はきつい編成っていうところですね。この編成もこの編成でまあ裏庭とかクリアはできるんですけど、そんなにめちゃくちゃ高性能かって言われると、最適編成とかから見るともう半減ぐらいの性能になってしまいますので、このあたりに関しては今から初めてランハが好きっていう人にはおすすめの編成程度と思ってください。普段使いというか高難度を常にこれでクリアしようっていうのはなかなか難しいのかなと思います。では編成についてまとめに行きたいと思います。編成としてですが、相性がいいのは撃破編成のメンバーだけとなっています。そのため今のところは自由度がかなり低い状況かなっていうところです。編成自体は火力が出せるのは確かなんですけど、今から始める人や揃える人にとっては結構ハードルの高いキャラかなと思ってます。まあ、編成から見た結論で言うと結構ね、ほんとハードルは高いのかなっていうところです。それでは編成の話もしましたので、編成を組む上で重要なキャラクターについても話していきたいと思います。今回重要なキャラクターというところでは調和主人公になります。ではなぜ調和主人公がそんなに必要なのかというところで3つのポイントを話していきたいと思います。まず1つ目、火力アップと敵破バフ要因として必須というところです。調和主人公に関してですが、必殺技、4突の効果、秘技、時計や異物の装備など1人で大量の撃破バフを配れるようになってるんですよね。なのでランハの撃破特攻の数値を補えるようになっています。これが結構大事ですね。超撃破のダメージが大きく変わります。さらに超撃破の性能が削人値依存となっていますので、チャージを活用するランハと非常に相性が良くなっています。この点が結構火力につながるんで、調和主人公と相性いいんですよね。では続いて2つ目です。サブアタッカーとして弱点撃破を手伝えるっていうところです。虚数弱点運用の際っていうのに限られますが、ランハ1人では弱点撃破が間に合わないっていうことが多いんですよね。ですが火力と削人値が高い主人公はサブとして結構優秀になっています。1人でガンガン削れるのでチャージの獲得に貢献できるんですよね。そういった貢献ができるっていうところがありますので、いないと効率が半減するぐらい大きな影響を与えるキャラとなっています。サブというか本当ダブルアタッカーに近いような感じになりますので、主人公はサブアタッカー要因としても結構大事かなと思います。続いて3つ目です。これに関してはより効率を上げるならっていう話です。調和主人公にルアンモチーフを持たせると SP 管理が楽になるっていうところですね。調和主人公の必殺技の回転率に関してですが、これは非常に高いです。
うまいこと回せれば必殺技の効果を1ターン残しで発動することも可能です。なのでルワンの後援水を持たせると SP 供給がかなり楽になるんですよね。持たせるだけで無茶な編成も組みやすくなりますので、余裕があるなら持たせたいっていうところです。こういった3つのポイントがあって、編成をする際には調和主人公は必須級のキャラっていうところです。なのでルワンを抜いてでも調和主人公を入れてるっていうのはこういった3つのポイントがあるからですね。抜くよりかは必ず入れておきたいっていうところになります。それでは動画のまとめに行きたいと思います。まずはランハガチャを引くべきかどうかっていうところですが、虚数アタッカー枠として引くのはおすすめっていうキャラになりました。ランハに関してはキャラ性能が非常に高くなってるんですよね。なので無凸無持ちでも十分な火力が出せるようになっています。ほんと使ってて無凸なのかなって思いますね。しかも虚数アタッカーとなっていますので、霊障や陰月を抑えて火力も出せるとなるととてもおすすめなのかなっていうところです。しかも火力を出す要素としては弱点撃破さえできれば火力が出せるようになっていますので、お手軽で扱いやすいっていうところもおすすめなポイントとなっています。ほんと使っててね、いいキャラかなと思いますね。では続いて懸念点についても話しておきたいと思います。これに関しては弱点なしの場合は扱いづらいというところです。ランハに関しては弱点撃破をして初めて火力を出せるようなアタッカーになっています。そのためホタルのようにゴリ押しっていうのができないんですよね。ホタルの場合は弱点付与して一気に作陣地削って超撃破の発動みたいな感じなんですけど、ランハの場合虚数弱点以外の場合は弱点無視はできるんですけど、作陣地が 50% 分になるので効率っていうのがめちゃくちゃ悪くなるんですよね。場合によってはダメージを出せないっていうこともあります。そうなってくると必殺技の回転率も非常に大事となってきますので、戦闘効率を追求する部分が出てきます。そういったところでは弱点なしの場合は非常に扱いづらいキャラかなというところです。まあ、正直虚数弱点に対してだけ使っていくのが一番いいのかなと思います。それではガチャを引くべきかどうかという話と懸念点についても話していきましたので、おすすめしたい人とそうでない人についても話しておきたいと思います。ここに関しては個人の主観となってますので気をつけておいてください。まずおすすめしたい人についてです。こちらに関してはすでに撃破編成が整っている人っていうところがおすすめです。対象としてはルアンをすでに所持していたり、ホタル、ブートヒルを所持している、まあ、これはダブル超撃破をするならっていうところですね。あとは虚数アタッカーがそもそもいない方っていう方におすすめしたいです。でこれに関しては弱点撃破中止になるっていうのが理由ですね。これができないと火力が出せないからです。あとは最適が揃っているならすぐに活躍ができるってとこです。一応編成の話のところでリカキン向けの紹介をしましたが、結構火力が落ちてしまうんですよね。なので最適がある程度揃ってる人にはおすすめができるというところになります。なので条件のところが先ほど話した3つというところですね。ではおすすめがしづらい人についても話していきたいと思います。これに関してはパーツが全く揃ってない人です。先ほど話した逆になりますね。なのでルアンを所持していない人、まあ、最近始めた人だと思っていない可能性があるので所持していない人、またはブローニャも所持していない人です。ルアンとブローニャどっちとも持っていない場合は調和キャラとして候補に上がってくるキャラが少なくなっていますので、正直おすすめはしづらいなと思います。最悪ランハと調和主人公でどうにかできるかなっていうところはあるんですが、強みをあまり活かせなくなるっていうところがありますので結構難しいなと思いますね。火力を発揮するための準備が揃ってない状況となりますので、今から揃えるとなった場合はなかなかおすすめがしづらいのかなと思います。ただ今からホタルの編成を目指すっていう人にとっては引いてもいいのかなと思えるぐらい強いキャラではありますので、何の編成を揃えるかっていうのを決めた人にとってはおすすめできるのかなと思います。まあ、個人的にはね、結構ランハ引いてて引く前不安だったんですけど、引いてから強さとか性能をこう見ていくと面白いキャラではあったので、結構ねお気に入りのキャラになっています。まあ強いっていうのはもちろんなんですけど、戦闘効率によって扱いやすさが化けるキャラではありますので、そういったのをね楽しみにしている方にもおすすめできるキャラなのかなと思います。ということでご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは今後も好きなゲームの解説やライブ配信をしていきます。引き続き動画アップしていきますので、応援してくれる方はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。